に応援していただいたただ皆様のおかげです素晴らしいアニメを作ってくださっているアニメ関係者の皆様さて、えー、アニメ放送開始から1周年を迎えました早々のフリーレン、そしてあの放送終了からですね、フリーレンのまた会ったときに恥ずかしいからねという、まあ、最後のセリフもありましたね、あの半年がそこから経ったと,うともう半年です,かそうなんですよ早い、はい そして勇者パーティー新パーティーを演じられている、まあ、この豪華6名の皆様が集結したという今日この場でこちらをご覧いただきたいというふうに思いますキャストの皆さんあの舞台の発信にそれぞれ寄ってたいたしてよろ<ー>しいですかはいさあそれでは皆さんスクリーンに ご注目くださいもっと人の心を知るためにそろそろ旅の続きを始めようか「早々のフリーレン」第2期制作決定 はいということで、まあ、種崎さんに改めて発表をお願いいたします。はい、早々のフリーレンテレビアニメ二期制作決定でーす。やったー、<ー>やったー、嬉 <laughs> しい。<laughs> ありがとうございます。嬉しい。この場をお借りしてキャストそしてスタッフそしてファンの皆様本当におめでとうございます。第二期決定私もあの初めて今今の PV 見てちょっと,と鳥肌が ちょっとやばいんですけど <laughs>、はい、震えが止まらなくなってきましたが待望の情報が発表となりました「早々のフリーレン」テレビアニメ第2期の制作が決定いたしました一気に引き続きましてマッドハウスがアニメーションを制作するということです改めておめでとうございますあの今回の発表を受けてですねもう率直に今のお気持ちをキャストの皆様に伺いたいなというふうに思いますまずは種崎さん やっと発表できましたね。いや、そうなんです。あの声が入ってるんで、そうなんです。いつの間に収録をやそうなんですか。つい先日、はい、そうなんです。あのいや、そうなんです。あのまたまた会った時に恥ずかしいからね。もうあの AJ の時も私じゃあまたねって言ってお別れしたので、そのまたが来たぜっ来るぜっていう感じで嬉しいです。すごいテンション高くなって。テンションがもうちっちゃいっちゃか。 こんな種崎さんを見たことないぐらいこのステップが良かったですね。ねねねはい、ありがとうございます。岡本さんいかがですか。<あ>今の率直なご気持ちそ。そう、とっても嬉しかったですけど、横でこうやってる種崎さんを見て <laughs> さらに嬉しくなりました。いやー、うん、はい、公用感がだいぶだいぶ高まってきますね。いや、そうですね。いや、でも待ってました本当にいつかなってずっとスケジュール待ってました。 <あ> <laughs> 早くスケジュールの調整来ないかなって、多分、うん、嬉しかったですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> 私は誰なんだって感じですけど、ね。ありがとうございます。<laughs> さあ、そして、一ノ瀬さん、いかがですか。はい、いや、もう、やっと言えたっていう気持ちと。あのー、こう、またフェルンとして。あのー、フリーレンとシュタルクと一緒に、冒険が続けられるんだって思うと、すごく。楽しみです。はい、ありがとうございます。是非とも、冒険の続きをね。 我々ファンも楽しししみにしておりますすすそそ小林さんいかかがででうねやっぱ僕も原作ファンなのでこのアニメの続きとかも読んではいたんですけど、はい、それがこの第1期と同じとかそれ以上のクオリティで描かれたらどうなっちゃうんだろうって本当、一ファンとしてもわくわくすごいしてますね。キャストとかもね全然僕らまだ知らない段階なんですけどあのキャラ、このキャラ誰がやるんだろうもそうですけどとにかくワクワクでいっぱいなのでとにかく放送が楽しみです。 まだキャスト皆さんご存知でないっていういや全然。あら、タネザキさん知ってます？いや知らないです。何にも知らない。知らないか。はい。何も声取ってたから。声取ってるとに聞いてる可能性も。すいません謎に。気まずい雰囲気になってごめんなさい。全然知らなかったみたいです。あ、そうなんですね。いやここから発表ということになりますがありがとうございます。そしてトーチさんいかがでしょうか。はい。まあやらないわけはないと思っていたんですけど、でもまあね僕らも。 お亡くなりになられているので、猛烈なあの素敵な回想がいろいろ出てくるのがもうそこで演じられることが本当に嬉しいし、なんか原作を読んでる方も読んでない方もお楽しみにということで、もう僕もえお仕事するのが楽しみです。お楽しみにしていてください。ありがとうございます。さあ、そして上田さん、はい、お気持ちいかがでしょた。 もちろん嬉しいですし、あのーね、これだけのこう反響をいただいてその上での2期ですのでちょっと本当に無冗いがするとはこのことだなという感じでございます。えーね、いい2期にもうするためにもう全力を尽くしていきたいと思っておりますので、はい、皆さんご期待ください。皆、はい、さん率直な今の 発表ほやほやのお気持ちをいただきましてありがとうございますそしてスクリーンに映し出されているのが2期のティザービジュアルとなります奥には1期最終回の舞台でした魔法都市オイサーストが見えていましてあのフリーレン・フェルン・シュタルクの旅が再び始まるそんなこう期待感にあふれているビジュアルとなっているんですねうんあそしてなんとこのビジュアルだけではございませんあら原作の作の画を担当する 部司先生から<え>お祝いイラストが届いております、えー、さらに原作の山田先生と阿部先生連名でコメントも頂戴していますので、えー、ありがとうございます大変僭越ながら恐縮ですが私が大読詞ご紹介をさせていただければなというふうに思います,いますこちらスクリーンにイラストを映るんでしょうか、はい <あ> <laughs> <laughs> こぼれ出たな素晴らしいイラストそれでは代読させていただきますテレビアニメ第2期が制作決定しましたひとえに応援していただいた皆様のおかげです素晴らしいアニメを作ってくださっているアニメ関係者の皆様への感謝も尽きません再び歩み出すフリーレンの旅路が一視聴者として楽しみですこれからも早々のフリーレンを よろしくお願いいたしますということでございました山田先生安倍先生ありがとうございました早々のフリーレンテレビアニメ第2期今後の続報をぜひともお待ちいただければというふうに思います えー、それではここであのお知らせに参りたいと思います「葬送のフリーレン」アニメ放送開始1周年の記念グッズが通販サイト東方アニメーションストアアニメイトオンラインで数量限定で予約受付中です2期も発表された「葬送のフリーレン」その記念としてもぜひお買い求めください詳しくは東方アニメーションストアそしてアニメイトオンラインをご確認ください続いてはこちらですこの冬に「葬送のフリーレン」のバーチャルオンラインイベントが開催予定です 小学館が運営するスペースというメタバース空間で早々のフリーレンのファンが全世界から集まるということでございますこのイベント空間内でしか見ることのできないデジタル原画などファンが楽しめるコンテンツが盛りだくさんとなっています詳細は早々のフリーレン原作の公式 SNS で随時発信してまいりますのでご確認をよろしくお願いいたします